どうもランニング専門 TV 整体師ゆうじろうです。本日はですね、楽に長く走るには反射を使えという内容でお話しさせていただきます。でランニングの時にこの反射が使えることによってメリットというのが大きく2つあります。まず1つ目がですね、本来筋肉を動かす時には脳みそでこの筋肉を動けという信号を送って初めて筋肉は動きます。ただこの反射が使えることによって脳で考えることなく筋肉を動かすことができるので、筋肉を動かせるスピードがものすごく上がってきます。で結果的にランニングのスピードが上がりやすいというのが一つ目のメリットです。で二つ目のメリットとしてはですね、頭で考えて筋肉を動かそうとなると、どうしてもランニングの時に無駄な力みが入ってしまったりして、効率が落ちてしまいやすいです。一方でこの反射を使った筋肉の動かし方ができると、ランニングに必要な力だけを、発揮することができるので、変な力みが入らずに効率のいい走りができるんですよ。でこの2つのメリットのおかげで、楽に長く走ることができるようになります。ではランニングの時にどのような反射を使っていけばいいかというと、こちらの身長反射という反射になります。でこちらの絵を見ていただきたいんですが、まずこちらにはですね、脳みそ、脊髄、そして筋肉の絵を描いてます。で筋肉は一本一本の繊維が束になってできているので、この赤の線が、筋肉の繊維だと思ってください。でこの筋肉の繊維にですね、ぐるぐるっと取り巻いているのが、これ筋棒水と言われるものです。でこの筋棒水というのは何かというと、筋肉の長さですね、長さの変化を感知するようなセンサーになります。でこの身長反射というのは、筋肉がぐっと急激に引き伸ばされることによって、この筋棒水が筋肉が伸ばされたぞっていうのを脊髄にその情報を送ります。でそのまま急激に引き伸ばされたんで、今度は縮んでくれという信号を送る。これが身長反射と言われる反射です。でこの時はこの送られてきた情報というのは脳みそには行っていないです。なので反射なんですよ。でこの身長反射で最も、有名なものが室外犬反射というものがあります。それは座っている状態で室外犬、お皿の下の剣をポンと叩くことによって足がポンと跳ねるような反射っていうのがあるんですが、それが身長反射の最も代表的なものになります。で実際にそれをちょっと今動画で撮っていますのでご覧ください。この室外犬反射はどのようなメカニズムで起きているかというと、お皿の下の室外犬をポンと叩くことによって太ももの前の大腿四頭筋という筋肉が急激にキュッと引き伸ばされたので、太ももの前の筋肉が伸ばされたぞっていうのを筋棒水で感じて、脊髄でその情報を送って、今度は筋肉を縮めという反応を送ったので、今度太ももの前の筋肉が急激に伸ばされたので、今度縮む反応が起きて足がポンと跳ねるっていう反応が起きた。これが室外犬反射、身長反射の代表的な例です。はい、じゃあこの身長反射をランニングの時にどのように活用していけばいいかというと、ポイントが2つあります。まず1つ目のポイントがですね、なるべく速く走るというところです。特にランニング初心者の方はゆっくりの方がやっぱり楽なので、ゆっくり走っていってしまいがちなんですが、だんだん慣れてきたらスピードを上げていった方が無駄な力みなく、この身長反射を使った走りができるようになります。なのでまずスピードを上げるというところです。で2つ目のポイントが脱力をするというところです。筋肉にどうしても力が入ってしまっている状態だと、筋肉は急激に引き伸ばされにくいです。でこの身長反射というのは、この筋棒水は筋肉の長さの変化を感知しているんですが、特に急激な長さの変化を感知しているので、筋肉がぐっと固まっている状態だと筋肉が急激に引き伸ばされるっていうことが少なくなってしまうんですよ。なのでなるべく脱力した状態で走ることによって筋肉が急激に引き伸ばされて、身長反射っていうのをフルに活用することができるようになります。なのでスピードを速くして走る、そして脱力して走る、この2つを意識していただくことによって、身長反射という反射を使った走りができるようになりますので、ぜひマスターしていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。
もしよかったら、いいねボタンとチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。